魔王学校に俺だけ勇者は火力による日本のライトノベル作品。イラストは主使が担当している。ホビージャパン H j 文庫館。東京の南方に位置する二つのことを。それぞれの島には、裏社会で暗躍する魔王の妖精校、朝桜中学と正義を貫く勇者の妖精校、聖レジェンド中学が存在する。日本神話の英雄を祖先に持つユサヒロは、 親友の天竺、フリトと共に、聖レジェンド中学へ進学するつもりであったが、入学試験当日に船を乗り間違えて、朝桜中学の試験を受けることになってしまう。勇者としての英才教育しか受けてこなかった、ヒロの入学試験の出来は散々なものであったが、その年はなぜか男子に脱落者が続出したため、合格する。こうして朝桜中学に入学したヒロは、 勇者であるヒロを倒そうと襲いかかってくる魔王、候補生と日夜バトルを繰り広げるが、二年生に、進級し同じクラスになった竜王の娘、龍崎龍奈は、暴力的な手段でなく和術で、ヒロを陥落させるべく、突然だが、そなたに、世界の半分を与えようと切り出してくる。ヒロが、いらないと断ると、龍奈は、ならば、世界の半分の代わりに、こなたを与えようぞと言い、 制服を半脱ぎにし始めるのだった。発売日は発行と同日。第2巻以降は2時間目のようにナンバリングが追加されている。例えば、桃太郎は魔王側の歴史観では鬼ヶ島で平和に暮らしていた鬼を正義を振りかざして虐殺し、金銀財宝を略奪した非道の侵略者とされている。ありがとうございます。